っちやろ。ちゃうか、こっち。え、これ今来たとこやろ。これ上がるってこと。ここ、あ、これか。あ、12って書いてあるんですけど、これ、はい、これがメディア。あ、そうな。お前のテープあんね。滑るやん、ここ。地味にきついな、これ。いきなりの急。うっすら琵琶湖が空っ、雪が見えへんけど、この辺も結構滑りやすい。琵琶湖バックに。雪が全く見えない。ですか。もうちょい。もうちょい。着いたよ。一個も雪あれへん。この辺が合流ちゃうか、これちゃうか、これやつこの場、図工の場。
分ぬかるんでんな。これこけたらビトビト。道がなきついし、ぬかるんでるし、まぶしい。あ、お深いね。深い。深い。10センチぐらいは沈む感じ。そのタイプ入れるやろ。入れてタープって感じ。そうじなんか雪になってる。
この辺深いな、めっちゃ深い。見てん、この辺なんて。うわ、めっちゃ深いね。そこら辺や、この辺。ちょっと脱ぐわ、暑い。結構ね、濡れとるしね、こう湯があるとこう結構石がいっぱいあったからね。息は上から来たんだよ。服よりいいか、うん、息はあっちから来たよ、はい、
これあのいや一応40分って書いてるから登山口まで40分ってことは20分、まあ2、30分あればいけるはず。疲れた。しんどかったぞこの色は。しんどかったです。